大津ちゃんが、フジポン TV さん、その方と YouTube ライブを、なんか、まあ、コラボとか対談してて、それに対してちょっとなんか思ったことが多々あったので、それについてちょっと喋っていけたらいいなと思って、気になったことをまとめてきたので、ちょっと紙をね、見ながらお話ししていきたいなと思ってます。で、私がそれを見た理由としては、まあ、その大津ちゃんの、まあどう、まあ、大津ちゃん自身がね、どういうふうに思ってるかとか、まあそういうのってやっぱり、すごいやっぱりね、私の中では気になるので、どういうふうに、まあしていきたいのかとか、気になってるっていうのがあるので、まあ見たんですが、やっぱりなんかその自分の中で、うん、ここはどうなのっていうところが結構多かったかなと思います。本題に入っていくんですが、その大津ちゃんがね、ひろしさんのことを、もう関わりたくないって言ってたんですよ。で、タイミングが、悪かった。バイバイって言ってたんですね。ひろしさんも、大津さんの側から秘書をこう解任して、まあ、出てかれたのはちょっと寂しいですか、やはり。あ、いや、俺。ごめんなさい。ちょっともう関わりたくないんで、寂しいとかじゃなくて、ただ、はい、なんだろう、ひろしさんが出て、瞬間ぐらいからものすごくいろんなことが好転したんですよ、物語が。だからもうそれどころじゃなくて、はい、あ、なんかタイミング悪かったね、バイバイみたいな感じですかね。それに対して私はその今までなんだろう、まあ一緒に少なくともね、一緒に戦ってくれた人に対して言う言葉じゃないなって、しかも秘書までやってくれてて、なんかちょっと失礼な発言じゃないかっていう風に思いましたね。なんだろう、タイミング悪いバイバイって、みたいな、なんか関わりたくないとか、いや、わかるかもしれないけど、それをこうみんなが見てるとこで言っていいのかってちょっと思いましたね。まあ、はっきり言うことは大事かもしれないけど、でも少なからず秘書までやって、ね、一緒に戦ってくれた相手のことを言うのってどうなのかなって思いましたね。で、あとは私がまあ全てね、責任を負うって言ってて、で、人としてすべきじゃないと。で、嫌がらせだったりとかネットリンチをして票になるのかって言ってたんですね。で、国民のため、国のために対して認めるべきではないっていう風に言ってたんですが、それに対しても国民のためって言うんだったら、しっかりと動いて、瞬間瞬間で動いて発信していかないと、みんなを不安にさせてしまうと思うんですね。ネットリンチに対してなんか言ってたんですけど、ネットリンチではないと思うんだよね、正直。まあ、アンチはいると思うよ、やっぱり。アンチはいると思うけど、その、うちらに対してネットリンチだとか言うけど、党内の人からの意見なのよ、これって。だから、リンチじゃなくて、みんな、それぞれが思ってることを、言ってるだけであって、別にリンチしようとか、そういうのじゃないんだよね。おかしいんじゃないって、正直に私は思いました。で、あとはその立花さんがね、政党を乗っ取ろうとしてるって言うんだけど、私からしたらあなたがねってなるんだよね。そうやって思われたくないんだったら、そこをしっかりと行動しなきゃいけないと思うんだよね、私の中では。なんだろう、ライブ見てて何言ってんだろうなって本当に思う。で、そもそもね、政党助成金っていうのは国民の皆様が支持をしてくれて入ってくるお金になるので、うだうだとね、文句を言うんじゃなくて、しっかりと早め早めの行動をしていかないといけないよって。遊びじゃないからねって本当に思ってます。ね、参議院のね、304に行ったら解決すんの、私が弁護士を通して会見見るっていうことも言っていたんですが、本当に、それに対して、ライブ配信で、だらだらとね、文句を言うんだったら、見に行けよって思うんですよ。立花さんが見せるって言ってるわけじゃん。だから、行けよって本当に思うの。
でもその大津ちゃん的には私にね謝りもしないで、なんで私が行かなきゃいけないのって、顔も見たくないんだよねって言ってるんだよ。で参議院に無駄に行きたくないから会計のね帳簿をね郵送してくんないかなって言ってんの。それに対して私ははってなったのよ。顔見たくないかもしんないけど、だけど党首でしょ、自称自称党首だったらさ、そういうの見たくないとかじゃなくて行かなきゃいけないんだよね。そういう覚悟を持って党首になったんじゃないのって思うの。本当にプライドが傷つく、嫌なことがあるかもしんないとかね、わここの場に出たくないなっていうこととか全然あると思うよ。だからなんかそれに対してね本当にちょっとおかしいなって思いましたね。でツイッターも動画もね発信する気はないって言ってんだけど、しっかりとね意見を言わないとみんなにも伝わんないし、引き伸ばし引き伸ばしにしたらどん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 不安になる人とかもいっぱいいるし、信頼もなくなってきちゃうの。だからそういうのってしっかりとしなきゃいけないと本当に思ってます、私は。で住宅街でね凱旋するのは良くないって大津ちゃん言ってたんだけど、それは本当にごもっともだと思いますよ。そうやってフジポン TV さんのとこで言うんだったら、黒川さんの凱旋とかね、そういうまあ立花さんも凱旋してたことあるけど、それで思うんだったら今回黒川さんが政治家女子48党の幹事長ですって言ってんだから、それに対して部下がそういう迷惑をかけたんだったらね、謝罪しなきゃいけないのに、なんか本当にダラダラとうだうだと文句を言ってるライブに対して私は本当になんだろう、わがまま姫だなと思いました。トロすぎる動きが。やっぱりさ、こういうことって本当に大事だからこそ、やっぱり勢いとかスピードも大事だし、発信も大事だと思うんだよね。みんなが不安になってることがあるからこそ、それに対して大丈夫だよっていうことを言わなきゃいけないと思うの。大津ちゃんの気持ちをこう知れるなと思って私も動画を見たけど、ただね説得力はなかった。本当に何言っちゃってんだろうなっていう意見が多かったです。本当に大丈夫ってなりました。本当にね、本人からしたらね、私のことなんて党員と思ってないんですよ。別にね、党員って思われなくてもいい。だけど、今まで NHK 党とかね、政治家女子を支持してくれてた人たちには、本当にちゃんとやっていかないとダメだと思うの。だからこそ、コラボして、うだ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 文句を言うんだったら、本当に、個人でしっかりとやらなきゃいけないし、参議院行きたくないとかじゃなくて、行かないんだったら行かないで、それをしっかりと自分の口で、人とのコラボじゃなくて行かない理由とかそういうのを明確にツイッターでもいいし動画でもいいから発言しなきゃいけないと思うんだよね。だからね、なんだろうな、なんか私からしたら悲劇のヒロインにしか感じないの。なんか私がみたいな感じになってて、っていう風に正直ねちょっとなりましたっていう、まあ私のねライブを見ての本当にダラダラとした意見の動画になるんですが、まあなんかちょっと腑に落ちなかったですね、今回はとか、まあ今はずっとまあ腑に落ちてないんだけど、まあ頭の中でモヤモヤとまあ怒りと呆れが入っております。まあねもし見てるんだったら大津ちゃんに本当に言いたい、参議院に行ってほしい。私は大津ちゃんのこと嫌いとかでもない、ただ党首としては認めてない。まあ大津ちゃんもね私のこと多分もう散々言われて嫌いだと思う、まあ、全然嫌いでもいいんだけど、本当に党首って言うんだったら本当に早め早めの行動をしないと本当にみんなの信頼はつかめないと思うし、今まで自分に協力してくれてた人のねことをね本当にバイバイとか関わりたくないとかあんまり言うのは良くないと思う。人として
言うべき発言ではないのかなって思ったよ。本当に顔が見たくないから行かないっていうのはちょっと子供すぎると思うよ。同じ30歳としてしっかりしてください。本当にだるいよ、マジで。ちゃんとしなきゃいけないと思うんだよ。だからこそ大津ちゃんの今の行動、立花さんの今の行動、どっちがやってて正しいことなのかって言ったら、私は立花さんだと思うの。何かあったらじゃあすぐ記者会見開いたりとか、質問に対してすぐ答える立花さん、そっちについていこうと思っちゃうんだよね。大津ちゃんはそれに対して全然答えなかったりとかするじゃん。そこにね、やっぱりね、ついていこうとはなんないので、謝ってもらってないって言うけど、私も謝ってもらってないのよ。それに対してもね、えってなるのよ。大津ちゃんのせいで落選したとかそういうのは全く思ってないよ。私の力不足だったのもあるし、やっぱりね、まあ、逆風の中っていうのもあったし、まあ、そういうのもあるけど、ただ迷惑かけてしまってごめんなさいって言ってくれたのは立花さんなの。今日はね、もう怒らず穏やかな気持ちでお話ししようかなと思って、なるべく穏やかにお話をさせていただきました。